ストラス9巻特典オリジナルボイスドラマ第1話ぴったりなぬいぐるみ。もしもしニナ、聞こえてる？サラだけど、わかる？おーねー、電話つながらないから心配したんだよ。このショッピングモール広いし、お姉小さいから見つからないし、こんなことなら暇つぶしに人が多いところに行こうなんて言わなきゃよかった。私が小さいのは関係ないでしょ。みんな頑張って下向いて探したんだよ。人を小銭みたいに言わないの。勝手に歩き回ったらダメだってあれだけ言ったのに。で、ニナは今どこにいるの？大きいぬいぐるみが飾ってある広場だよ。大きいぬいぐるみ？そんなのあったかしら。1階のエスカレーターのところ、なんかね、キラキラした衣装を着てて、なんとなくゆずに似てるかも。ゆず？ゆずって修学旅行の時京都で会ったゆずのこと？うん、そう。絶対似てる。何でもパクパク食べちゃいそうな口とかそっくりだよ。とりあえずそっち行くから、ニナは動かないでそこで待ってるのよ。わかった。おねえ早く来てね。まったく、世話のかかる妹なんだから。何突然？今誰かに褒められた気がした。きっと今日はご褒美に2個目のドーナツを食べても太らない日だよ。メイも私に便乗してもう一つドーナツ食べる？いらないわ。さすがにメイがいらないからって私が3つ食べちゃうのは気が引けるな。私がいらないからといってユズにあげるとは一言も言ってないでしょ。そもそもあなた、どんな日でも自分が食べたいだけ食べてるじゃない。そんなことあるかも。ニナ、お待たせ。おーねー。ちょっとニナ高い。みんな見てるから。よーいしょっと。もう人前で持ち上げないでよ、恥ずかしいでしょ。ごめんね、おねー。おねー可愛いからついね。ついて姉を抱き上げたりしないでしょ。高2にもなってそういうのやめてよね。ほんと、ニナはちょっとテンションが高すぎるのよ。もう少し落ち着いた方がいいわよ。そうなのかな。ところでニナが言ってたユズに似てるぬいぐるみってどれのこと？ああ、あれだよ。あれ？まあ、確かに似てるといえば似てるかもしれないわね。ひょうきんな顔とか、明るい毛並みとか。あのぬいぐるみは何の動物がモチーフなのかしら。でもニナ、ちょっと何か足りないと思うんだよね。おねえ、何だと思う？それはそうよ。え？だって隣にメイがいないんだもの。ああ、そっか。さすがおねえ。あ、そうだわ。せっかくだからあのぬいぐるみの小さいサイズのユズにプレゼントしましょう。ニナが迷子になったのもきっと何かの運命だわ。またおねえの運命が始まった。そうなるとメイに雰囲気が似たぬいぐるみも欲しくなるわね。じゃあこれからメイの分身を捕まえに行こう。もう捕まえるとかそういうこと言わないの。メイどうしたの？別に何でもないわ。口に物を入れながら喋らないで。あ、もしかしてメイも今誰かに褒められた気がしたんでしょう。どちらかというと捕獲されそうな気分にはなったかもしれないけれど、
気のせいだわ。捕獲される気分ってどんな感じなの？ちょっとマニアックなやつだよね。気のせいよ。嘘だ！気のせいをそんなに具体的に説明できちゃったら絶対気のせいじゃないやつじゃん！ゆず、動かないで。え、何？いいから。ちょっとメイ、近いって。ママいないからって、そんな突然迫られたら、私、チョコレートだったわ。絶対そんなの知ってたやつじゃん。唇についてたんだからすぐわかるじゃん。どう、ちょっとは捕獲されそうな気になれたかしら？ちょっと心を落ち着かせるためにおやつ買い足しに行ってくる。おねえ、この動物のぬいぐるみはどう？メイに似てると思う？似てるかもしれないけど、大きさがだいぶ違うのはイメージが変わってきちゃうからやめときましょう。私とニナならいいんだけどね。そっか。じゃあこっちのは？可愛いけど気品が足りないかも。ニナ、メイのぴったり探すの疲れちゃったよ。お姉のチェック厳しいんだもん。ユズはなんとなくでよかったのに。メイは私の理想の人なのよ。憧れっていうか、ああなりたいって思う気持ちが出ちゃうのかしら。お姉の理想。あ、そうだお姉、ユズの住所教えてもらわなきゃだから、今から東京のユズに電話して聞いてもいい？ああ、そうね。それじゃあニナにお願いしていいかしら。じゃあお姉の携帯貸して。ニナのにはまだ登録してないから。ユズ、携帯を忘れて。サラ、もしもし。あれ、もしもし、ユズ？いえ、相原メイです。あれ、間違えて電話かけたかな。そんなことないわ。今ユズは携帯を置いて出てしまったのだけれど、あなたはニナね？そうだよ、サラに頼まれて今福岡からかけてるの。あ、そうだ、あのね、ニナ、メイに聞きたいことがあるんだけど、質問してもいい？ええ、もちろん問題ないわ。ありがとう。メイはいつも元気がなくてあんまり喋らないけど。え？それは我慢してやってるの？あ、ニナね、さっきお姉に静かにしてた方がいいよって言われたんだけど、どうやったらメイみたいに静かにしていられるのかなって思って。そう、私にはよくわからないわ。我慢してるんじゃなかったんだ。やっぱりメイはすごいな。ニナもおばあちゃんくらいになったらそうなれるかな。おばあちゃん。じゃあ次の質問ね。メイはいっつも半分ぐらいしか目を開けてないでしょ。お姉がね、さっきぬいぐるみを見てる時に細めの方がちょうどいいのよって言ってたんだけど、どうしたらメイみたいなちょうどいい細目になれると思う？わからないわ。それも自然にやってるんだ。あ、ニナ知ってる。そういうの天才肌って言うんだよね。ニナもテストの点数はいいんだけど、やっぱりメイになるのは難しいね。ニナ。ん？何？あの、あなたが聞きたかったことはこのことなのかしら？うん、違うよ。ニナもね、お姉と一緒じゃないと似てるかな、ちょっと足りないなって言われたいって思って、メイの真似っこしてみよっかなって思っただけ。おねえ、ちゃんと
と住所聞いたよ。ありがとう、ニナ。こっちもぴったりのぬいぐるみが見つかったわ。やっぱり今日は贈り物をする日だったのね。ねえ、お姉ごめんね。何？突然。ニナ、お姉のぴったりの人になろうと思ったんだけど、そう簡単にできるようなことじゃなかったんだ。ん？何のことだかよくわからないけど、ニナはニナのままで十分よ。これ以上何かになられたらきっと私じゃ手に負えないわ。お姉だから持ち上げないでって言ってるでしょ。ただいまって、おかえりなさい。メイ、なんでそんなに驚いた顔してるの？まだ私の顔に何かついてるとか？別に、私は喋るのを我慢しているわけでもないし、目を意識して細めにしているつもりもないのよ。